しく育てる子育ての味方。楽しく育てる子育ての味方。この番組は子育てに関するさまざまなテーマで役に立つ情報をお届けしていきます。今回は認定 NPO 法人ラ・ファミリエ理事長で愛媛大学病院小児科医の檜垣隆先生と、認定 NPO 法人ラ・ファミリエ理事地域子どもの暮らし保健室ディレクターの西智子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回こちらのですね、認定 NPO 法人ラ・ファミリエさんはどのような活動をされていらっしゃいますでしょうか。認定 NPO 法人ラ・ファミリエでは慢性疾患のある子どもたちとそのご家族の病気を乗り越えていくにおいてですね、何かこう支援ができないかなということで活動してるんですけども、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業というのが、法定事業として2015年から始まってるんですけども、愛媛県と松山市から委託を受けて、そういった活動に取り組んでいるのが今の事業です。子どもの病気は生まれつきの病気もあれば、中にはこの成長の過程でその病気にこう患うというか病気を発症することもあるんですけど、その病気を乗り越えて、例えばこう生まれた後に社会に参加して、で幼稚園に行く、保育園に行く、それから入学して、それから進級して、で学習を勉強して、そして進学してですね、で、その向こうには自立して就職していくというのがあると思うんですけど、やっぱりいろんなこうハードルを乗り越えていくには、やっぱ病気があると大変なところもありますので、そういったライフステージに沿った、何かこう課題に対してこう何か支援ができないかなということで、一つ一つこう寄り添っていくようなことを、できたらと思ってやってるのが、私たち の, 取り組みということになります。僕がこの自立支援事業というかラ・ファミリエにこう携わり始めた最初のきっかけはですね、僕も小児科医になってこう30年を過ぎてきたんですけど、研修医の頃から診察させていただいた患者さんたちとか、みんな成長して大人になっていってるわけですね。でけどこう病気を乗り越えて大人になったかなと思ってると、やっぱりなかなかこう進学できなかったりとか、さあ卒業して就職ですよという時に就職がうまくいかなかったりとか、そういったことはやっぱり経験していくことになります。でそうするとさあ卒業したから就職ですよって考えたんではやっぱりちょっと間に合わなかったりするんですよね。そういう意味ではそういった病気を乗り越えて大人になっていくときに、その準備を、ちっちゃい時からやっぱりしておかないといけないなっていうことに気づき始めるんですけど、それがやはりこういった取り組みに参加させていただくきっかけになっていて、その時に出会ったのがファミリエで、西さんと出会って、で私の診察室の横に診察を受けた子どもたちが何か困っていることがないかなということで、その後こう西さんが相談に乗ってくれたりとか、そういったことでこの事業が始まってきているんですけど、で、だんだんこういった取り組みを経験していく上で、やっぱりこう早くからですね、いろいろ将来を予測して取り組んでいくというか対応していくというのはやっぱりとっても大事かなと思っています。事業のですね、具体的な内容など教えていただけますでしょうか。はい、この小児慢性特定疾病自立支援事業というのは一つは何か困りごとがあったら相談をしてもらう相談支援事業というのがまず一番トップにあって、でその相談を受けたことによってこういろんなこう解決に結びつけていくわけですけども、その時にこう総合交流支援事業というのがあって、例えばキャンプをしたりとかで同じ病気を持っている子どもたちが集まってこう情報共有したりとかですね、そういったような総合交流支援というのがあったり、あとはこう学習のことをとか教育のことをみんなで考えたりとか、それから同じ病気を持っているとその兄弟たちも大変なので、その支援者というかですね、その周辺の人たちのことをサポートしたりとかで、将来的には就職とか、病気を持って自立していくにはやっぱり経済的なことも心配になってきますので、そういったことにつなげていったりとか、そういったような総合交流支援、それから学習支援、それから就職支援、それから介護者支援、こういったような支援事業が大きな枠組みになっています。実際の細かいところは多分西さんから話を聞く方がいいと思いますので、
お願いします。はい、まず親の会ピアカウンセリング事業というのがあります。同じような病気を持たれた親御さん、それから、当事者の方々が集まってお話をしたりとか、今後どうなっていくのかっていう、やっぱり相談の中でもすごく多いんですけれども、そういうことをしている活動があります。それから、相互交流支援事業ですけれども、毎年実は愛南町とかにキャンプにみんなで出かけていって、いつも100名前後みんなで行ってたんですけれども、まあ、このコロナで分断されて、今は全てリモートで、対応させていただいております。今年度は、11月ぐらいに対面でぜひということで道後温泉にみんなで、観光をして、電車の乗り方だったりとか、やはりなかなか、地域柄松山に住んでると電車に乗る機会って本当に少ないと思うので、じゃあそれをみんなでちょっと学んでみようだったりとか、そういう自分が気をつけなきゃいけないことだったりとか、こういうことで、地域に帰った時に困らないようにしていこうねっていう、自分の病気のことを自分で話そうっていうのが基本的に、キャンプとかではさせていただいてます。あと、昼食支援事業ですね、リモートのお仕事体験を今年はさせていただいたりとか、あとパソコンの研修を、こちらの方の実行とも暮らし保健室の方でさせていただいたりをしています。それから介護者支援事業ですけども、これはすごく私たち力を入れさせていただいておりまして、兄弟支援といって、病気のあるお子さんの兄弟の支援をさせていただいております。なかなか兄弟さんって、光が当てられにくい部分があるんですけれども、やっぱり病気のあるお子さんが、家にいて、保護者の方は一生懸命病院に連れて行ったりとかします。その時に兄弟さんのことってどうなってるのかって、なかなか、理解されにくい部分があり、特に、病気があって長期入院をされているお子さんの兄弟さんって実は家で一人でご飯を食べていたりとか、ちょっとしんどいなって思いを伝えられなかったりとかすることがあります。そういうお子さんたちにも少し寄り添いをさせていただいて、その子の気持ちだったりとか、今どう思ってるのっていうのをことをお伺いしたりとかっていうのをしています。それからその他の自立支援事業の中で学習支援、長期入院のお子さんたちって、なかなか学習がやりにくかったりとか、インナー学級がある病院もあるんですけれども、県内には、それでも中学校のインナー学級は1つ2つぐらいしかなくて、やはり学習の機会っていうのがすごく入院中は少なくなる。それから退院して、家に帰ってからもすぐ学校に行けるわけではない、そういうお子さんたちと一緒に学習をしたりとか、勉強するだけではなくて、私たちが大事にしているのは気持ちを聞くということ。勉強だけじゃなくて、その時どう思ってるのか親にも言えないことだったりとか、お友達にも言えないことたくさんあると思うんですけれども、そこを聞くということを、学生ボランティアさんに手伝っていただいて、学習支援を行っています。そんな感じですかね。はい、大手町保育所通信。みー、そろそろ着替えるにゃ、保育園に行く時間。いやだ、お着替えしない。歯磨きもしないといけないにゃ。いやだよ、めんどくさいもん。早くしないと遅れちゃうにゃ。あらあら、朝から大変ね、マッチ。そうなんだにゃ、保育園に行くまでが大変なんだにゃ。あ、そうだ、いいアイデアがあるわ。え、本当？みーちゃん、じゃじゃーん、見て見て。なになに、かわいい。このビーズ、とってもかわいいでしょ。すごいね。ねえねえ、みーちゃんも触らせて。あのね、ここに書いてあることができたらビーズを動かせるのよ。みーちゃん、全部できる？もちろん、全部できるね。よし、じゃあまずは顔を洗うよ。はい、じゃあこれタオル使ってね。ゴシ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 。どうできた？どうどうどう？ OK、 どう？あ、 OK、 ピカピカだね。またね。よし、じゃあここのビーズをできたのとかに動かして。 OK、 じゃ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 、やったー。じゃあ次は朝ごはん、みーちゃんの好きなおにぎり、どうぞ。大
好きなおにぎりをよしもごもごもご甘く噛んでね、大丈夫大丈夫、はぁ、ごちそうさまでしたよ。食べました。よし、じゃあビーズ動かそうか。うん、よいしょ、いい感じだね。うん、よし、じゃあご飯の後は歯磨きをしないとね。あ、歯磨きもできるね。はい、任せて。うん、シャカ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 になったかな。バッチリバッチリ。よし、じゃあビーズどうぞ。よし、こっちこっち。こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。よし、じゃあ次はパジャマを着替えしようか。あ、シュルシュル。大丈夫だよ。着替えれるあっという間だからね。じゃあじゃあじゃあ。よし、完璧。じゃあ声もちょこしろ。よいしょ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 。オッケー。じゃあ最後にトイレに行っておいで。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。うおほほほほ、すごいにゃ。みーが自分でお支度してるにゃ。ね、すごいでしょ。ただいまー。おかえり。おしっこ出た。バッチリバッチリ。じゃあ最後のビーズを。はい。やったー。やったー。いやー、ミニ一人で全部できて偉かったにゃ。あしたもね、これやるよ、これ。これがあると朝の支度が楽しくなるわね。うんうん、4月からスムーズにスタートができそうにゃ。100均材料だけでできるからみんなもやってみてね。それじゃあバイバイ。愛媛県内で慢性疾患とか、医療的ケアのあるお子さんとご家族のためのガイドブックを作りたいということで、昨年度重要版、それから今年度難易版で、来年度投与版を作る予定で、います。でやはりこれって、私たちもすごく実は勉強になっていて、各地域にこんな資源、社会資源があるんだだったりとか、こういう相談先があるんだとか、そういう内容にさせていただいております。各市町の保健所さんだったりとかでもいただくことができますし、あと一応必要な方はお問い合わせいただいたらお送りすることもできますので、ぜひ問い合わせいただいたらなと思います。今日はたまたま檜垣先生と私が出てるんですけども、ファミリーってチームで実は動いていて、各保健所さんだったりとか、それから、各地域の、社会資源の方だったりとか、企業様入っていただいて、みんなで、親の会も含めてみんなでチームで動いています。ここにやっぱり相談したらなんとかなると思ってもらえるっていうのは、そのチームがあってからこそで、うちのスタッフも含めてみんながあのチームで動いてるので、いろんな地域、どこの地域に行っても同じような、支援が受けられるってすごく大事なことだと思うんですね。そういうのをやっぱり私たち目標にやっていけたらいいなと思ってます。それぞれお母さんって本当にすごく私は頑張ってると思うんです。病気があってもなくても、子供のことを真摯に考え、一生懸命されてると思うんですけども、目の前のことに一生懸命で、その先をイメージしにくいっていうこともあると思うんですね。私たちと関わっていただくことで、そろそろこういうことがあるよっていうお声掛けをさせていただいたりとか、常に一緒に考えていけたら、ね、いいなと思っています。で最初は保護者さんたちの相談が中心になってくるんですけれども、やっぱり年齢が上がっていくと、本人とのお話がすごく増えてくるなと思っています。でやっぱり自分のことは自分でやろうねだったりとか、自分のことは一緒に考えようかって、本人たちにとっての安全基地じゃないんですけども、ここに来たら一緒に考えてくれるとか、自分のことを考えてくれる第三者がいるってすごく大事なことだと思うんですね。それは、親は親の役割があって、第三者は第三者の役割があって、それぞれがいろいろ考えて、ただ本人の気持ちだったりとか保護者の気持ちを聞くっていうのはすごく大事にしてますので、そういうところで一人じゃないよといつも思ってもらえたらいいなと思ってます。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。